ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近は YouTuber って、職業として認められていると思わない？そうだな。子供のなりたい職業ランキングでも、上位に入ってるからな。子供にも人気な仕事って、かなり市民権を得ている感じがするわよね。でも YouTuber の中には、自分が人気だからといって、調子に乗っている人もいるんだぜ。え？そうなの？それってどんな人たちなのかしら？というわけで今回は、調子に乗りすぎな YouTuber4 選を解説していくぜ。どういう人たちが出てくるのか、気になるわ。それじゃ最後まで、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、煉獄コロアキという YouTuber だ。その人って、どういう動画を投稿してるのかしら？最近は、主に私人逮捕系 YouTuber として活動しているんだぜ。それってどんなジャンルなの？このジャンルを簡単に言うと、悪いことをしている人を、警察の代わりに捕まえる人のことだな。警察の代わりに捕まえるなんて、世の中の役に立って良さそうじゃない？まあ、活動の内容だけを見てみれば、霊夢の言う通りだと思う。しかし、実際にその活動を見てみると、調子に乗っていると思われても、仕方がないものばっかりなんだ。そうなの？じゃあまずは、煉獄コロアキについて、軽く説明をしていくぜ。煉獄コロアキは、登録者こそ8000人ほどと少ないものの、その過激な活動内容は、かなりの注目を集めていたんだ。それがさっき言ってた、悪い人を捕まえるってやつ？そういうこともあれば、話題になっている場所へ乗り込んだりもするんだぜ。そんなことして、何の意味があるのかしら？再生数を稼ぐ目的として、炎上するようなことをしてる。だから、視聴者に非難されるようなことをわざとして、注目を集めてるってことなんだぜ。それって、具体的にどんなことをしてるの？霊夢は、能登半島地震のことを覚えているか？もちろん覚えているわよ。年始に起きたあの大地震よね。そう、2024年の元日に、能登半島で起きた震度7の大地震のことだな。この地震が起きた時に、石川県がある声明を出したんだぜ。どんな声明なの？それは、石川県への不要不急以外の移動は、控えてほしいというものだ。どうして控えてほしかったのかしら？道路が陥没したりしていて、救急隊を派遣したり、支援物資を届けるために、他の人の出入りを少なくする必要があったんだ。だから、むやみやたらに来ないでほしかったのね。しかし煉獄コロアキは、個人で支援物資を届けると SNS で宣言し、さらには寄付まで募って、石川県へと向かおうとしていたんだぜ。他の行動は置いておいて、寄付を募るのいいんじゃないの？これが、被災者へ届く募金ならよかったかもしれない。だが実際には、煉獄コロアキの生活費などに充てられる寄付となっていて、本当に被災した人に寄付した方がいいと、非難を浴びることになったんだ。それは確かに、非難を浴びても仕方ないわね。ただ、これが悪い意味だとしても、こういった行動で注目を集めることになる。そうなると、自分に人気があると勘違いしてしまうんだ。まあ、再生数だけを追い求めていると、どう注目されるか、ってことしか考えないで、正常な判断ができなくなりそうね。その結果、自分に寄付を募っても、何も問題ないと思っていることが、調子に乗っていると思われる要因になったんだぜ。確かに、自分に寄付をしてくれる人がいるって思わなきゃ、そういう呼びかけをしようなんて、思わないものね。この他にも、調子に乗っていると非難を浴びた動画があるんだ。どんな内容なの？それは、電撃ネットワークの、南部虎田さんの通夜に突撃した際の話だ。この通夜には、南部さんを偲んで、たくさんの方が来られたわけだが、その中には、田代正史さんも参列していた。ここまでだとまだ、煉獄コロアキとは、何にも関係がないわね。ただ、この通夜に煉獄コロアキが乗り込んできたんだ。何のために乗り込む必要があったのかしら？実は南部さんと、親交があったとか？いや、この通夜に乗り込んだ目的は、田代さんを捕まえるためだったんだぜ。え、田代さんって何かしたの？いや、別に、今何かをしたってわけじゃないな。過去には捕まったこともあるが、現在はきちんと更生してるんだぜ。じゃあ、何のために捕まえようとしたの？それについてはさっぱりわからない。ただ、田代さんは以前捕まった後に、南部さんのおかげで芸能界復帰ができた、という過去があるんだ。だから、そんな南部さんの通夜に、こんな迷惑な奴が絡んできて、思わず手が出てしまった。まあ、そういう場所だしいろんな思いが大きくなって、感情的になるのもわからなくもないわ。だが、この手を出している様子を、煉獄コロアキは動画で撮影して、SNS に投稿したんだ。
もしかして、世論が味方してくれると思ったのかしら。まあ本人としては、田代さんが手を出してきて、反省してないと思っているらしく、自分が他人の艶で、迷惑行為をしている、という感覚はないみたいだな。わざわざ艶でやらなければいいのに、って普通の人は思うはずよ。この、SNS に投稿された動画に対して、ネット上では、わざわざ他人の艶でやることか、調子に乗っているんじゃないか、などと非難の声が上がったんだぜ。そりゃそうよね。自分が正しいと思っていたにしても、自分自身の迷惑行為については自覚なしなんて、確かに、調子に乗っていると言われても仕方ないわ。結局、煉獄コロアキは様々な迷惑行為によって、YouTube のチャンネルが削除されてしまった。まあ当然と言われれば当然なんだがな。まさに因果応報ってことね。こんな感じで調子に乗っている YouTuber が他にもいる。どんな調子の乗り方をしているのかしら。次に紹介するのは、コムドットだ。コムドットって名前は聞いたことがあるけど、一体どんな活動をしてるのかしら。コムドットは、5人組の YouTuber で、若者に人気のグループなんだぜ。若者に人気って言うけど、どれくらい人気があるの？なんと、チャンネル登録者は300万人を超えているんだ。そんなに登録者がいるの？それだけの登録者がいるってことは、他の YouTuber とは、違う動画を投稿しているってこと？いや、それが特に他と違うってことはなくて、いわゆる YouTuber がやりがちな、ドッキリとかそういうのが多いんだぜ。じゃあ、本人たちに人気があって、登録者が増えたって感じなのね。そんな感じだな。でも、それだけの人気があるなら、多少は調子に乗っても仕方ないんじゃない？まあ、そう思ってしまう気持ちもあるが、それを踏まえても許容できないほど、調子に乗っている部分があるんだ。どんな風に調子に乗ってるのかしら？まずはリーダーのヤマトが、当時のツイッターに投稿したある内容だ。その内容とは宣戦布告と題し、全 YouTuber に次ぐ、コムドットが通るから道を開けろ、俺らが日本を取る、というものだったんだぜ。随分と大層なことを言うじゃない？この投稿に対して、ファンは大盛り上がりをしたな。まあファンからしてみれば、自分が応援している人が、これほど大きくなったんだ、って思えるわね。でも、コムドットを知らない人や、他の YouTuber のファンは、先輩たちが作ってきた道に対して、こんなことを言うのは、少し違うんじゃないか？といった批判的な意見も多く見られて、炎上するほどだったんだぜ。確かに、少し失礼な発言って感じがするわ。目新しいことをしてるならまだしも、特にそういうわけでもないし。本人たちは、先輩たちにヤバい奴いる、というのを周知してほしい、といった感覚で投稿した内容らしいが、これまでに、先輩 YouTuber とコラボしているのに、よく調子に乗ってそんなことが言えるなと思われる騒動になったんだぜ。まあ、コラボなどしない一匹狼ならまだしも、確かに、調子に乗ってるって思われても、仕方がない言動だと思うわ。他にも、コムドットが調子に乗っていると言われている騒動がある。どんな騒動なの？それは、コロナ禍真っただ中の話だ。当時は、緊急事態宣言といって、大人数での飲み会などの自粛がされていた。飲みに行きたい人も、いっぱいいたと思うけど、みんな我慢して過ごしてたわね。そんな中コムドットは、大人数での飲み会をしていたんだぜ。隠れて飲み会をしていた人もいると思うけど、週刊誌とかに撮られてしまったのかしら。いや、それが、インスタにその飲み会の様子をアップしたことによって、バレてしまったんだぜ。え、じゃあ、自分から飲み会をしてますよって、世間に公開してしまったってこと？そういうことになるんだぜ。この投稿によって、批判の声が多く上がったんだが、リーダーのヤマトは、他の YouTuber とコラボ撮影した後に、一緒にご飯に行っただけと説明するも、医療従事者の方の気持ちを、考えられていなかったと反省したんだ。反省しただけ、偉いとでも言うべきかしらね。しかし、自分たちはプライドを持って、YouTuber という職業をやっている。感染症対策は、自分たちなりに配慮して行っている。などと、正当化するようなことを言い出して、より批判を浴びるような騒動になったわけだ。これらの言い訳のような投稿が、ちょっと調子に乗っているのではないか、と捉えられてしまう原因にもなっているんだぜ。素直に反省だけをしておけばよかったのに、どうして言い訳をしてしまうのかしらね。これだけ色々あったが、さらに調子に乗ってると思われるものもあるんだ。ここまででも、結構調子に乗ってるって思えるけど、まだまだあるのね。コムドットの炎上や、勘違い発言などのほとんどは、リーダーのヤマトが原因で、先ほど紹介したものも、それによるものとなっている。
巻き込まれてる他のメンバーがかわいそうね。そして、その勘違い発言はとどまることを知らずに、外で撮影をしている時に、盗撮をされたことに対してブチギレをしたり、ある騒動で、登録者が激減したことを、アンチが、コムドットの登録者が減ることを望んでいるから、などと、見当違いな発言をしたり、キャラなのか、炎上狙いでわざとなのか、判断がつかない発言を多くしているんだぜ。まあ盗撮をされるのは嫌だろうけど、それほど人気があることの裏返しでもあるから、難しいわね。でも、一人で暴走してるっていうのは、なんとなく伝わってくるわ。これだけ様々な騒動を起こし、その度に調子に乗っていると言われ、それでも人気は衰えないってことは、それに負けない人気があるってことだろうな。好きな人と嫌いな人が両極端って感じかもね。まあ、調子に乗っていると言われておれないコムドットが、今後、どのようなことをするのか、ある意味楽しみなんだぜ。言い方が悪いけど、どうやって調子に乗るのか楽しみね。次に紹介するのは、バンビだ。バンビってどんな YouTuber なの？バンビはもともとカップル YouTuber の、バンユンチャンネルの一人だったんだ。そもそもの話なんだけど、カップル YouTuber って何をするのかしら？主に日常だったり、ドッキリを仕掛けたりしたものを、動画として投稿しているんだぜ。カップルの生活を、覗き見してる感じなのかしらね。でも、一人だった。ってことは、今は別々で活動しているの？そういうことになるな。どうして、別々で活動するようになったのかしら？お互いの進むべき道が決まったということで、解散したみたいだ。進むべき道？そう、相方のユンさんは、大人気 YouTuber との結婚を発表していて、それがきっかけみたいだな。え、カップル YouTuber なのに、別の人と結婚したっていうの？一方でバンビは、正体を隠してある動画を投稿していたんだ。どんな動画を投稿していたのかしら？それは、スパイダーマンの格好をして、いろんなことをする動画だな。確かに、スパイダーマンの格好をしてれば、誰かはわからないと思うけど、結構カップル時代と、印象が違う気がするわね。カップルでやっていた時期も人気があったんだが、すごいのは、このスパイダーマンの格好をした動画を投稿している、チャンネルの登録者が、日本最速で、1000万人を超えたということなんだ。日本最速？どんな動画が人気になるのか、わからない世界だわ。でも、それだけの登録者がいるのに、欲張れずに続けてこれたわね。これだけ人気になれたからこそ、それぞれの進むべき道が決まったと言えたのかもしれないな。でも、なんとなくわかるわ。そうやって人気になると、調子に乗るのよね。そう、バンビは、YouTuber のヒカルさんとコラボをした動画で、ある発言をしたんだ。どんな発言だったの？バンビが、スパイダーマンについて語る一幕があった。その中で、スパイダーマンは、自分を救ってくれたヒーローであると語ったんだ。それなら別に、調子に乗ってるとは思えないわ。それに対してヒカルさんは、スパイダーマンの人に、お金を払った方がいいと返した。まあ確かに、それだけスパイダーマンを押し出してるんだから、自分を救ってくれたヒーローに、お返ししてもいいんじゃないかしらね。だが、バンビは、逆に宣伝するんで、払ってほしいっす。スパイダーマン告知するんで、もう、と語ったんだ。とんでもない発言じゃない？自分が、スパイダーマンを使わせてもらっている立場なのに、どうしてそんなことを言えるのか、といった批判的な声が、多く上がることになる。それはそうよね。自分の人気だけで、登録者が増えたと思ったがゆえに、このような発言になったんだろう。動画は面白いのかもしれないけど、目を引いたのは、スパイダーマンの格好があってのものかもしれないのよね。なんだか敬意が感じられないわ。やはり、人気になると、調子に乗ってしまうのかもしれないな。次に紹介するのは、カノックスターだ。どんな YouTuber なのかしら？主に日常や旅、そしてモッパン動画を公開している YouTuber だな。モッパン動画？なんだか聞き慣れない言葉だけど、どんな動画なのかしら？モッパン動画というのは、食事をしている場面を収めた動画のことなんだぜ。いわゆる、グルメ動画みたいなことなのね。そんな動画を公開してる人が、どうして調子に乗りすぎているのかしら？別に旅行やら食事だけなら、特に調子に乗れそうな場面もない気がするんだけど。じゃあどの辺が調子に乗っているのか解説していくぜ。まずことの発端はカノックスターがあるお店で、電子喫煙具を購入しようとした時のことだ。この時のことを、さすがに怒っていますと題した動画を公開したんだが、かなり、批判を集める内容となったんだぜ。一体、どういう内容だったのかしら？
お店で喫煙具を購入するときは、年齢確認を求められる場合があるよな。そうね、未成年に販売したら、お店は罰せられるものね。カノックスターも当時、同じように、年齢確認を求められる場面があったわけだ。しかしカノックスターは、年齢を証明できるものを持っていなかった。まあ、店員さんに確認された以上は、証明できなければ買えないわ。身分証を持っていないと、正直に伝えたところ、店員から、売るわけないでしょ、と、早口でまくし立てられたみたいなんだ。店員さん的には、身分証も持ってなくて、未成年かもしれない人に、うかつに売りたくないって気持ちがあったのかもしれないわね。だが、この態度にカノックスターはイラッときてしまったみたいなんだが、なんとか、感情が爆発しないようにして、身分証の代わりになるものを提示した。何を提示したのかしら？それは、スマホに保存してある、身分証の写真なんだぜ。え、それを代わりに見せようとしたの？いくら身分証の写真だからといって、加工が可能な写真を、身分証として使うのは、意味がないと思うわ。霊夢の言う通りで、この写真を提示したところで、店員の態度が変わることはなく、無理に決まってるでしょ、と、拒否されてしまったんだ。まあ、当然の結果って感じよね。この店員の態度に対して、カノックスターは堪忍袋の緒が切れて、うるせえなお前、と暴言を吐いてしまったと、動画内で語っている。買えなかったからって、切れちゃったってこと？そういうことなんだぜ。この動画に対して視聴者は、大人なんだから、もう少しマシな対応ができないのか？身分証を持ってきてない自分が悪いんだから、素直に引き下がればいい。といったような、批判のコメントが多く見られたんだ。確かに店員さんの態度には、少し疑問が残るかもしれないけど、だからといって、怒りを動画で公開するのは、ちょっと大人げない気がするわね。その後、この炎上に対しての釈明動画が公開されたんだが、あくまでも本人は、買えなかったことに対しての怒りではなく、人として、おかしい態度を取られたことに対して怒った、と語っている。それにしても、そこまで口が悪くなるような態度でもなかったと思うわ。そして、あくまでも店員の態度が悪かったというのを、全世界に発信したかったわけではなくて、自分の視聴者に、こんなことがあったと知ってほしかっただけ、と釈明したんだぜ。それでも、そういった怒りが湧いたってことは事実なんだし、大人らしい行動をしてほしいわ。これらの怒りを公開してしまうことや、大人げない怒りをぶちまけてしまったこと、この辺が、調子に乗ってると、思われてしまう要因になるな。これは確かに、調子に乗っていると思われても仕方ないわね。というわけで今回は、調子に乗りすぎな YouTuber4 選を紹介したぜ。霊夢はどうだった？ YouTuber って人気商売だし、いろんな人に見てもらい、人気が出てきたら、自分がすごいって思って、勘違いしてしまうのかもしれないわね。まあ、自分に人気があっても、調子に乗らないようにしている人もいるし、ある意味、それもその人の色って考えると、ありっちゃありかもしれないな。犯罪とまではいかなくても、迷惑行為や、人が不快になる動画を公開するのはどうかと思うわ。みんなも、調子に乗りすぎな YouTuber を知ってたら、コメント欄で教えてくれ。それじゃあこの辺で終わりにするぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。